戦慄のミラージュポケモンは2006年4月29日にアメリカのテレビ局キッズ WB にて放送された作品ポケットモンスター10周年記念として2006年4月29日にアメリカにて初放送された現代はザマスターマインドオブミラージュポケモン本編は40分日本では同年10月13日から10月31日までやに テレビッグローブストリームフレッツスクエアにて日本語を吹き替え版の逆輸入として期間限定配信された。日本では長らくテレビで放送されなかったが2010年2月11日にキッズステーションで放送されたのを皮切りに何度も放送されている。なお、本作日本語版は現在 DVD 化されていない。アメリカではアドバンスジェネレーション第136話の後に 放送されているがピカチュウがその時点でまだ覚えていないはずのボルテッカーを使っている。しかし、日本では第174話までが放送され、ボルテッカーが初めて登場したのは第150話、完全に使いこなせるようになったのが第155話からなので、日本での進行基準で描かれている。ドクター・ユングの正体を受け彼の研究所に行くことになった、サトシ。 遥か、まさと、たけし。四人が、研究所に着くとそこには同じく招待された、大木戸博士と霞の姿があった。再会を喜ぶ彼らの前に、ドクター・ユングが現れる。サトシと、霞は、彼が作成した、バトルシステム、ミラージュシステムが作った、幻のポケモンとバトルをすることになるが、そこへ、謎の人物、ミスター・ミラージュが現れて、 ミラージュシステムの制御を奪い、同時にドクター・ユングを連れ去ってしまう。そして、サトシたちはミラージュシステムから生み出された幻影のポケモンたちに襲われ、研究所から追い出されてしまう。ドクター・ユングを助け出すため、サトシたちはそれぞれ別の行動に出る。サトシとカスミはドクター・ユングを助けるため地下水路を通って研究所に再び入るが、 そこで二人が目にしたのは、詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。オープニングでは、歌部分、エンディングでは、ラップ部分を使用。ありがとうございます。